皆さんおはようございますと、私が磯田康はこれですね、はい、70歳になりました。66の時にですね、大学行って英語の勉強を始めまして、1年目で英検 G9 合格、3年目で英検 Q にも合格しました。ということでこの動画を始めております。で、まあ、今日のお話なんなのっていうことなんですけど、ここのところちょっと連続して続いてる話があるんですよね。そういうことでこんな感じで、サムネイル行ってみました。ということで、まあ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 始めるわけなんですけども、まあ、いつも数字上げて言ってるんですけどね、どれぐらいのレベルで英語が使えるようになるというふうに判断するのかというと、まあ、大体国際的な基準っていうのがあって、大体ね、第二言語を習得してある程度使いこなせるようになるのには2000時間から3000時間の間って言われてるんですよね。で、日本語は複雑な言語ですので3000時間ぐらいかかるんですけど、英語っていうのは世界的に見て優しい言語ですので、大体2200時間ぐらいでできるというとですよね。で、大体2200時間ぐらい勉強するということは、毎日2時間ずつやって約3年ですか。大体英検レベルでいうと2級ということですよね。で、単語レベルでいうと3000個と、まあ大体それぐらいができたら、まあ一応なんとかなるというレベルですよね。もちろんもっと上になればなるほど、当然複雑なことが言えて、交渉とかいろんなことができるようになるわけですから、当然上へ行かれるのが一番理想なんですけども、なかなかそう簡単にはいかないというのは現実にありますよね。ちなみに英検1級までで7000時間かかるということですよね。1日2時間ずつやって、もう1日も休まなくやって、10年かかるということですね。そして10年そんなことをやる人はほとんどいないというのは現実で、ですから今ね、英語は義務教育になってますのでね、大体1年間に1000万人ぐらいの方が英語を勉強してるわけですよね。にもかかわらず1級が3000人程度しか出ないということは、0.03% ぐらいしか出ないと。で、後の人はまあみんな途中でこういうふうどこかでこう、まあ、落ちこぼれちゃうっていう。で、まあこの落ちこぼれちゃった人をガバッと拾ってきてやるビジネスが存在してるんですよね。これがもう巷に存在する英語ビジネスというやつなんですよね。で、この英語ビジネスの最大の目標は何かといっても、まあ言うたら悪いけど、情報弱者を集めて、まあ、ずっとこう時間引っ張ってお金をこう吸い上げていくという、これが大体基本的な英語ビジネスよ。ですよね。ですから、彼らの言う主張っていうのは非常に簡単なんです。つまり英語、まあ簡単にマスターできますよと、1日20分2ヶ月で英語ペラペラになりますよとかですね、あるいはこの先ほどお見せしましたこの表ですよね、ここで見てもらったら分かりません。学校英語ってのはね、もう本当に難しい、現実離れしたことをやってて、これをやってたから皆さんが嫌になってできなくなっちゃったんですよ。で、私のところに来ていただきましたら、あんななんかけったいなことはやらずに、もっと自然な、本当にこう必要なことをやるので、もう口から英語がふっと出てくるようになりますよと、こういうふうにしてビジネストークやるわけですよね。そうするといわゆる情報弱者っていうんですか、落ちこぼれちゃった人はね、本当に喜ぶわけですよ。だって自分を肯定していただけるわけですからね。つまり君は落ちこぼれたんじゃない、あれは学校英語が悪いんだよ、あんなことやったら誰だってできなくなりますよと言ったら、あ、そうか、それでできなかったのか、じゃあこの先生とか言ったら自然と英語がこう湧き出てくる、あ、そうかそうか、ネイティブと一緒にいたらそういうふうになるんだよな、というふうにしてぐわっと集めてきて、こうお金を吸い取るという、こういうビジネスが横行してるんですよね。まあ、ひどいものだなと思いますけれども、そんなこともあって、私はね、ちょっともうちょっとこれじゃいかん、正しいことを言う人も YouTuber の中で出てこなきゃいけないというんで、それでまあこの動画もやっておりますけれども、ちなみにここはもうお金は1円も取っておりませんのでね、本当のことを言います。時間かかります。で、落ちこぼれの人たちは学校英語を否定するのではなく、学校英語を再度やり直す必要があります。というのは、学校で教えてることっていうのは本当に重要な英語を教えてるんですよね。で、これを完全にマスターしない限り上へはいけません。大体、学校英語を否定するような、こういう人たちの後へついていくというのは非常に間違った道へ入っていってしまうということですよね。文法も重要です、単語も重要です。そんな簡単に10日間で英語の方ができて、ペラペラペラッ自然と英語を話せるようになるという、そんな夢のような話はどこにもないんですね。大変な努力を必要するということですね。その時間も大体どれぐらいかということもみんな分かっております。
で、そして多くの人はそれだけの時間を当ててやることをやらないということですね。だから落ちこぼれていっちゃうんですよね。実際私が見てきた多数の人はみんな途中で挫折してやめていきましたですね。でね、私はじゃあなぜできたんだって逆に聞きたくなりますよね。まあ私は暇だったからなんですよね。暇でね、ほんでちょっとそういう外国大学面白そうやから行ってみようかということで、どうせ行くんやったら1級まで目指そうと思って、バーってやっていって、で3年で行けちゃいましたですよね。もちろんその間の勉強量っていうのはやはり相当やりましたよね。1日に5時間とか6時間とか、そういうのをはるかに超えるぐらいはやっておりましたですよね。もちろんもう1日も休まずですよね。はい、それはやり通しましたね。そしたら1級以上になれるという、なれたということですよね。で、私の場合はどっちかというと学問的興味の方が先先行した形ですよね。で、じゃあなぜ普通の人はできないのって言ったら、一番大きな原因はね、やっぱり必要性がないってことなんですよね。で、日本でね、別に英語なんかできなくてもね、就職もできますしね、結婚もできますし、全然問題なくいけちゃうんですよね。うん、で、それともう一つはね、親が英語できないから子供もできないってことあるんだよね。言うと失礼やけど、ああいう学校へ来られるところの親御さんって英語なんてできないんですよね。できないからこういうところへ娘を入れたらできるようになるだろうというふうに錯覚してるんですよ。そもそも自分ができないんだからね、でどうやったらいいかも分かんないんだから、そういうふうになっちゃいますよね。で、そういうビジネスが横行してるのに引っかかっちゃうというひどいことですよね。で、必要性があればね、人間ってできちゃうんですよね。例えばね、ちょっとこれは日本で長く英語を教えておられるアメリカ人の方から、ちょっと著作で私読んで分かったんですけども、戦後5年か10年ぐらいしたかな、戦後間もなくね、日本でタクシーに乗ったんですね、日本人のタクシー。そうするとそのタクシーの運転手が非常に結構うまい英語を喋るんですよね。で、びっくりしてね、言ったら失礼ですけどね、戦後間もなくの自分、タクシー運転していったら、そんなに高い学歴があるわけでもなく、教養人でもない人が、なぜこんなに巧みにうまいこと英語を喋るんだろうと思って、で、どうやってそうやってマスターしたんだって聞いたらね、全然学校も行ってないし、もう そんな当時ですからね、もちろんコンピューターもなければテレビも何にもない時代ですよね。唯一の電気製品とはラジオぐらいしかない時代に、どうやってマスターした英語をマスターしたかというとね、その当時日本って貧しいから、タクシー乗れるような人っていうのは大体進駐軍だね。進駐軍ってこれ古いこと、もう死語だよね若い人知らないよね。占領軍のことですね。日本は1945年に戦争に負けまして、アメリカ、一応連合軍なんだけども、主としてアメリカ軍に占領されてたんですよね。6年間かな、占領されてた、6年間ですね、占領されてたんですよね。で、当然経済力も非常に低い時代ですから、お金持ちっていうのはもうほとんどがそういう占領軍の方ですよね。将校とかそういう人はお金持ちなん、お金持ちというか、向こうは買ったんだからね、戦争でね。だからタクシー利用してくれるんで、そうすると稼ぐためにはもうとにかく外人を乗せる。外人って大体人としてアメリカ人だよね。でアメリカ人乗せる。で乗せたらやっぱりこう喋らんななんですよね。そうするととにかく、生活の糧で稼ぐためだから、必死でメモして話して、なんとかこう聞き出して英語のやり方をマスあのもうようそれで一発出したらと思うんだけど、もうとにかく辞書もなければ、そんな何もない時代に、ただ運転手と客の間の会話だけでマスターしていきよったんですよね。それで数年間で英語をマスターしたという、そういう運転手の人に当たったんですよね。で、それを聞いてびっくりしてね、やっぱりね、人間ね、必要があったらできるってことなんですよ。そして逆に言うならね、今の人が英語できないって当たり前ですよね。だって必要ないんだから、それもやるわけないんだよね。いくら教えたってマスターしようとはしないですよね。だって自ら進んで英語を獲得しようとしない限り、第二言語なんて絶対に獲得は無理なんですよ。つまり自動的に、例えば授業を受ける、あるいはそのマンツーマンレッスン、今はあかんのがそう言ったらパーソンツーパーソンか、それからネットではオンラインな、でこう喋るやつ、あんなのなんかよう知らんねんけどねあんなものを受動的に受けたって絶対にマスターできないんですよね。だからそれは受け方なんですけどね、自分から本当に取り組んでいくという姿勢がいるんですよね。で、それがないから結局できないままに
あ、終わる、あるいはあの 無意味にお金を使うということですよね。で中に、まあ、あのすごくこう英語うまい人なんか YouTuber にも出てきましたよね。そうすると、あ、こういう人についたらいいのかなんて思っていくと、50万円の教材を買わされちゃうんですよね。ほんで、まあ、50万円の教材を買う人の心理っていうのは、要するに高いお金を出したらきっと自分はやるはずだ、あるいはというふうな心理が働いて50万円の教材買っちゃうんですよね。すごいですね。そんなお金ここただやのにね。すごいですね。そういう人がいますね。で、あのこの前もあのズーム会議やった時、出てこられた方と話してたら、意図的にね、20万円の教材1回買ってみたって言ってるんですよね。20万円で英語がペラペラになる、何ヶ月かでなるっていう、そういう教材があって、まあそんなもん嘘に決まってるけど、嘘か本当か1回試してみな分からんぐらいで20万円出して買ってみたらそうなんですよね。で結論から言うと、そんなもんなりっこない話で、どういうふうになってるかと言ってみますとね、あの場面場面で設定してあるんですよね。例えばよくある話、ホテルへ行ってなんとかなんとか、あるいは、空港のロビーでどうのこうのとか、そういうようなあのシチュエーションがこういくつもいくつも何本かあって、そこで、ま、あの交わされる会話っていうんですかをマスターして、でここはまあ空港でのやつよくあるよね。英語会話教室行ったらここは、ね、ホテルでの会話とか、そういうのを何十個かマスターさせて暗記させて、ベラ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 暗唱させるという、まあ、ただそれだけのことをやってるだけなんですよね。そんなんで英語できたら誰も苦労しませんよね。でそれで20万円の教材で、まあ、英語はマスターできるという触れ込みなんですよね。まあ事実は違いますけどね、事実は違うんだけれども、まあ、それでもそうやって買う人が結構いて、まあ、そういう人はお金儲けてるんでしょうね。英語系 YouTuber でもそういうのいっぱいいますよ。あの例えば10日間で英語の方が作れるとかね、あの英語を作る3つのコツとかね、そんなん言ってる YouTuber もう山盛りいますよね。山盛りいます。でそういう人は決まってここクリックしてくださいって言ってクリックすると、あの、まあ、あのテキストだか、それから自分がやってるあの英語スクールだかの案内が出てくるわけですよね。はい、そういうふうになっておりますね。で、まあそういうところへ行って、どうされるのか知らないけれども、まあそういうことを大量にやられてるという、これが現実がありますよね。で、まあ私なんかそれを見てね、ちょっとな、いくらなんでもそれはよろしくないと。やっぱり正しい道をきちっとこう、指導すると言いますかね、あの、はっきり指し示す YouTuber が必要だろうと思って私はやってます。ですから、これも全然お金も取ってませんしね、はい、はい、これからもそんなことする必要ありません。で、あの、要するに、正しい方向を知ってもらったら、それこそ素晴らしいことですよね。でね、結局最終的にやるやらないはこれを見ている皆さん方の、あの自身の問題ですからね。これは私の問題じゃないからね。あのただ正しい方向はこっちですよとだけ教えておいて、それをするかしないかはもう皆さんがあの決意するべきことですよね。私がこのどうのこうのという話でも何でもないですから。で、あのまあ、そういうようなことをね、最近非常に強く感じるんですよね。で、まあ、私みたいな YouTuber が少ない最大の原因はね、これなんぼ作っても金になんないんですよね。全然なりませんね。だから、そういう、こういうことを熱心にやる YouTuber ってのはほとんどいない。で、ほとんどの YouTuber はやっぱりお金が目当てだから、もうちょっと美味しい話をザーッとやっていくという、このからくりですよね。で圧倒的に彼らの方がね、登録者数も多いんだよね。すごい登録者数持って、あの、いるよね。だから、あの、インフルエンサーっていうのか。これでも一応英検一級やねんけどね。なんか、よう知らんけど、そういうのが流行ってるよね。最近、インフルエンサーっていうのか。あの、彼らは圧倒的な、その、インフルエンスを持ってるわけやね。で、こっちは、全然もうビビったる数なんだけどね。まあまあ、ぼちぼちは伸びておりますけどね。そういうことをやって、うん、で、多分ね、あの、彼らの方が、なんちゅうの、うん、うまいところをついてくるから、それで受けるんじゃないかな。だから私の言ってるなんか結構こう、厳しい面もあるから、それでこう、わーっと受けてこないっていう、そういう差かなとも思いますけどね。うん、だけれども、まあ、正しいことを言ってれば、そのうちある程度は広まってくると思って、まあ、ある程度は広まっていってますけどね。そんな劇的な、増大っていうのはないけれども、そういうことでやっておりますので、
今後ともよろしく言うことでいいねとか、登録していただきましたらね、特にこのメルマガ登録していただきましたら、ズーム会議とか、ズームによる相談会っていうのもやってますのでね、そこで自由にこう、討議して、いろんなことを、疑問持ってたら、ぶちまけていただいたら、相互にいろんな人たちと話できて、それによって、受けるこのインスピレーションっていうのは非常に大きいものがありますよね。で、そういう後でよかったよという声はいっぱい聞いてますので、まあ一度お越しになったらいいと思いますね。疑問に思われてる方は。ということで今日はちょっと寒いですけども天気はいいのでまた頑張っていきましょう。